東京理科大学の公募推薦を受けるのですが、数学の高等試問ではどのようなことが聞かれるのでしょうかっていう相談なんですけれども、まあなかなかね、この高等試問っていうのは悩ましいところではありますよね。で、まあ基本的に高等試問っていうのは面接だと同じようなもんだと考えといてもらえればよくて、とりあえずまあ面接とかみたいな感じで最初入って挨拶してみたいな、で軽く本当にもう面接と同じような流れで、その後数学で高等試問がありますって言ったら、数学に関するようなことをいくつか質問されるっていう感じになってきますね。で、まあ、数学の場合は、問題を、簡単なね、問題を解いて、で、それを黒板というか、ホワイトボードでしっかり解説してくださいみたいな形になると思うんですけれども、基本的にですね、難しい問題って出ないんですよ。皆さんすごく難しい問題が出るかもしれないとかってこうビビってる人多いと思うんですけど、そもそも高等試問でその大学の一般の入試でね出てくるようなレベルの問題をポンって出しちゃうと、まあこれ結構きついですよね。そもそもさ、入試問題とかっていうのはまあ解けない前提でもいいじゃないですか。でもそんなの出してもちゃんと理解できてるかどうかっていうのを問うことができないので、かなり基本的な内容、ただし、それがしっかりと理解できてるかっていうのを見てくるわけですね。で、まあ数学とか、まあこういったところの話で言うと、例えばじゃあ普通に計算していくんだけど、この公式ってどういう意味なのとかみたいなところを聞かれたりとかすることもあったりするので、まあやっぱりね、公式のその動質とかっていうのまで含めてね、一体どういうふうな理屈でこの問題を解いていってるのかっていうところまでね、しっかりと説明できるようになるといいですよね。で、もうこれ一番わかりやすいのが、学校とか塾の授業ですよね。ここで説明してるような感じで説明できれば、もちろん口調はね、生徒とかに喋るような感じでやっちゃうとまずいけど、まあ基本的にやり方としては、先生が授業で展開してるようなやり方、まあこういった背景があって、で、こういった問題はこういうところに注目して解いていきます、みたいな感じのところでやっていけば、まあほぼ問題なくいけると思うんですよね。で、やっぱりそこら辺のところっていうのは、いきなりね、やるって言っても難しいとは思うので、まあそれこそね、友達とかを実験台にするといいと思いますよ。この問題とかを解説するんでちょっと聞いてくれと。で、まあこういうふうに友達とかっていうのに説明していくと、もちろん説明している側がわかるっていうのもあるし、友達とかもやっぱりさ、友達同士やってた方がいろいろ質問しやすいとかっていうのもあるでしょ。で、まあ、こういうところで、友達同士で練習していく。で、まあ、友達が逆に今度こう説明しているっていうのを聞いたときには、それってどういうふうな考え方でそれやってるのとかってね、自分で質問してみるわけですよ。で、そうすると、要は自分がその試験家の立場になりますよね。ってなってくると、じゃあどこ突っ込みたいかとかみたいなのを見えてくるわけですよ。で、その辺見えてくると、まあ、それに合わせて先回りして回答とかをさらっとね、解説加えておくと、まあ、こいつよく分かってんなっていう風に思ってもらえたりとかすることっていうのはあると思うので、まあ模擬授業みたいな形でね対策していくと非常にやりやすいんじゃないかなという風には思いますね。まああんまりねそのメジャーな受験方式ではなかったりするので、まあちょっとよく分からん部分とかはあるとは思うんですけれども、まあそのところでねとりあえず対応してみると、まあもちろん数学に限らず他の理科のね物理とか科学とかっていうのが聞かれたりとかっていうケースもあると思いますし、もちろん文系とかでもこの高等試問っていうのは全然あるっていう場合があって、まあ面接との一番の違いっていうのはちゃんとやっぱ問題として何かしら定義されてるっていうところですよね。まあ面接とかだったらほぼもう自分の思ったことを言えば勝ちなわけですけれども、そうじゃなくて文系とかの場合でも何か社会問題についてあなたはどういうふうに思いますかみたいなところでねちゃんと出てくるので、まあ、これ思いますかっていうのはどういった言葉ですか、どういった用語ですか、どういった意味ですかっていうところをね聞いてきたりとかっていうようなところがあったりするので、まあそういったところでねまあ面接対策プラスで教科書の内容を押さえておくと。